织田千代是一位土生土长的福岛人，他经历了2011年东日本大地震、海啸以及福岛核事故。近十年来，织田千代一直在当地科普关于核事故以及核防护的知识。对于如何处置核污染水，日本政府提出过五种方案，但却选择了成本最低、对环境危害最大的排海方案。作为福岛当地环保组织的成员，织田千代表示，这样的做法让人无法容忍。なぜかその海洋放出の案が通ってしまって、政府が決めてしまったので、とても嫌だったというか、間違っていると思いました。反対しているのは、やはり事故によって放射能が広がったんですけれども、それを新たに人の手でまた広げるということが許せないと思っているからです。在福岛核电站发生核泄漏事故后，织田千代和当地环保人士组成了名为“不要污染海洋”的民间团体，希望社会各界共同反对将核污染水排海的计划。自治体が反対や慎重にっていう意見を出しているのは7割は反対というふうに分かっていますし、ただその地元の仕事に密着している例えば漁業に関わっている人とかはやはり続けているからにはもう目の前に差し出したものが安全だよというふうにして提供したいと毎日暮らしているので、このはっきり汚染水反対というふうに言うことによってこの自分たちが提供しているものも心配なものではないかということになってしまうんですね。また海洋放出をしてしまうということが本当が間違っているということに気づけば本当は流してほしくないってみんな思ってます。织田说，各国应该共同维护海洋环境，海洋不是垃圾场，福岛第一核电站的核污染水绝不能一排了之。私たちはとにかく処理できていないのだから処理水ではないと思いますので汚染水であるというふうに呼んでいます。国が言うそのトリチウム水とか処理水とかっていうことで人々がもう考えない心配しないっていう効果を生み出そうとしているんだと思いますけれども、私たちはそんなことを言ってる場合じゃないですよって言いたいです。もうね、漁業者と何も私たち関係者が理解しない限り何もしませんという約束があるんです。漁業者に文書で約束があるんです。だからその約束を守れって最後まで言いますし、それでも約束を守る守るって言いながらも流してしまったらそれは犯罪に近いと思いますから、